トグロコウイカは深海性のイカの一種。トグロコウイカ目唯一の原生種である。体内にアンモナイトのような殻を持つことが特徴である。深海性のため生態の発見は稀である。だが、体内の殻は軽くて頑丈であり、死後に軟体部が腐ると殻だけが海面に浮上することになる。そのため、熱帯、温帯の海岸で打ち上げられた殻がよく観察される。 サズは、側面から見たから。渦は、覆面から見たからで、連出再管と、防水の最後の隔壁が見える。街頭長は35から45ミリメートル。8本の足と2本の触腕を持ち、これらはすべて街頭膜内に収納することができる。施設はほぼ退化する。発光器。街頭膜の端に緑色の発光器を持つ。街頭膜内での殻の位置。 浸透圧調節によって、核内部の液体を出し入れし、浮力を制御する。この殻は、他のイカ類には見られないもので、内部に空洞があり、腹側に巻く。ラゾーは、外れ、連出再管はその内側を走る。核壁は2層の核中層から構成される。また、殻が浮力を持つため、通常は頭を下にした姿勢を取ると考えられていた。しかし、 オーストラリア北東岸の珊瑚礁地帯、グレートバリアリーフで海底の地形図を作成している、アメリカのシュミット海洋研究所が2020年10月26日、遠隔操作型無人潜水機、スーバスチアンで深さ850から860メートル地点で7センチのトグロコウイカが泳ぐ様子を撮影することに、世界で初めて成功した。その結果、殻を下にして、 頭は上にして泳ぐということが判明した。海面に浮遊するからは、ジェリエラ族のコケムシなどの付着基盤となる。日中は、深度1000メートルまでの深海に潜むが、夜間は100から300メートルに浮上する。水温は、摂氏10度程度を好み、海洋島、大陸方周辺に出現する。ほとんどの文献では、熱帯性とされており、カナリア諸島などで、 よく観察される。だが、殻は海流に乗って遠くまで運ばれ、南アフリカニュージーランドなどの温帯にも打ち上げられる。生活史はよくわかっていない。放乱、放生は直接観察されていないが、おそらく冬に深海で行われる。アホウドリの胃から発見されたことから、海面下10メートル程度まで浮上することもあると考えられる。トグロコーイ科目には、 本州の他に、絶滅したニアーモクが属する。トグロコウイカメは、ベレムナイトメやオーラコセラスメと禁煙である、可能性がある。また、これらの軍とコウイカが探検統軍を構成するかも、しれない。ありがとうございます。